はい、動画をご覧の皆さんどうも、こんにちは。先日、妻と些細なことで口論になりまして、結果的に私がボコボコにされてしまいました。悲しいけどこれが現実だということで、勇者アキラです、どうも。まあ、今回の動画はですね、まあ、タイトルにも書いてるんですけど、まあ、ベイプについてね、ちょっと語っちゃおうかなということで、まあ、なんでそんな急にね、そんな動画をと思った方もいるかもしれませんけど、まあ、気分ですね。私がそういう語りたい気分だったんで、今、こうね、カメラを回しているという、状況なんでございますけれども。まあ、ちょっとベイプについてね、ちょっと話すとなると、まず私がね、ベイプと出会った時のね、話なんかがね、やっぱいるかなということで、出会いから始まるんですかというね。ベイプについて語るのはいいけど、そもそものベイプの出会いから喋るんですか、何分かかるんですかっていうね、感じだと思うんですけど、まあ、そこはね、カッツッツしながらね、まあ、コンパクトに収めますから、最終的には。で、まあ、ベイプね、初めて私が出会ったのは、4、5年前かな、多分。4、5年前。あの時まだコロナなかったからね。美味しいってことでね。まあ、コロナが流行ってなかった時ですよ。本当にマスクしてなかったから、あの時は。私、妻とね、北海道に旅行に行ったんですよね、その頃に。で、北海道のすすきのを歩いて行ったところね、でかでかこと、看板にね、電子タバコ専門店っていうお店がありまして、私ね、ヘビースモーカーだったんでね、バリバリの。まあ、紙巻きから始まり、手巻きタバコに移行し、その後、アイコスに移行し、っていう感じでね。で、アイコスもね、一本吸ったらやっぱり充電時間が何分間かあるんで、連チャンして吸えないじゃないですか。だからアイコスも2台持ってたんですよ。2台持ちで、1本吸って充電してる間にもう1台でもう1本吸っちゃうみたいな感じだったんですけど、まあお金がかかるからね、あれヘビースモーカーだった分。お金がとにかく出てたんで、まあ電子タバコだったらこれ結構いいんじゃねえかと一瞬思っちゃったんですよね。で、まあ私妻に電子タバコ専門店ってお店ちょっと入ってもいいかいって言ったら、私の妻がちょっと怖いから私は外でいるわ、あなたあはんと、あなた一人で行ってきてうふんと言われまして、私一人でね、まあ入店しましたよね、そこでね。ほんでお店に入るとね、まあちょっと小綺麗なお店で、まあいろいろ並んでて、まあリキッドとかが結構ずらっとね棚に並んでて、まあ神風って書いてるリキッドがすごい印象だったんですけど、ほんで、店員さんは男の人が一人で、まあ、坊主頭の、ちょっとイカチー系のアンちゃんって感じのね、人だったんですよ。ストリート系のファッションのお店とかに行くと、よくいるタイプのね、ちょっとヨーヨー系のね、人でしたね。ほんで、まあ見てたんですけど、ちょっと私これ吸ってみたいなと思いまして、私の知ってる電子タバコじゃなかったんでね、形状が。電子タバコつうと、当時は私まだタバコタイプのね、吸引すると先っぽが赤く光るようなタイプの、やつしか知らなかったんで、もう全然形が違うなと思って、その時。だからちょっと吸ってみたいなと思って店員さんに聞いたんですよ、その、ヨーヨー系のあんちゃんにね。これ吸えますかって。ちょっと吸ってみたいんですけど、吸えたりしますかって聞いたら、あ、吸えますよみたいな感じで言われて、で、その時に、多分、おそらくですよ、多分、イーゴ AIO とかだったと思うんだけど、オールインワンタイプのね。その人が、ね、机の下からイーゴ AIO を出してきて、まあ、スイッチ押すじゃないですか、パフボタン。ほんだら、ジュって言ってね。あ、ここ押して吸うんやなーと思って、なるほどと思ったら、おもむろにその人が、こう、吸い出したんですよ、それを。その人がね、いや、あんたが吸うんかーいなんて思いましたけどね。もう急にスパーって吸って、ブハーってミストをブーって出して、で、もう一回スーって吸って、ブハーって出して、あ、こうやって吸うんや、吸い方を教えてくれよんかなと思ったら、その人がおもむろにその吸ってたね、イーゴ AIO をね、僕に回してきて、はい、どうぞって言われたわけですよね。吸うんですかこれと。だって、あなた今吸ってたじゃないですかとね。でも私ね、あなたとね、まあ、言っちゃったら、初めて会ったあなたとね、間接的に接吻することになるじゃないですかと、まあ、思いましたけど、ちょっといかちかったし、いや、あんたが口つけたやつは加えたくないよ、なんて言えなかったんでね。私どっちかというと下手に出るタイプなんで、あざすみたいなね。おっすあざすって言いながら、それをパッと受け取って、まあ、意を決して吸いましたよ、それは。怖いから。あざすいただきます美味しいみたいな感じでね。まあ、加えて吸いまして、まあでも正直その時は、こんな感じなんやと。あ、こういう感じなんやな。あ、結構煙出るな、すげえと思いながらね。
まあ何回か吸わしてもらってね。で、まあ私その時ね、やっぱり旅行っていうのもあってね、財布の紐が完全に緩み切っておりましたんで、まあ、買おうかなと思ったんですよね。面白かったんで。あ、買おうかなと思って、値段パッて見たら、まあ4000円とか5000円とかね、7000円とか書いてるじゃないですか。高えと思って。電子タバコって言うと私やっぱ1000円2000円のね、せいぜい1200円とかドンキに売ってる使い捨てみたいな感じのイメージしかなかったんで、4、5000円もすんこれと思って。今考えたらね、4、5000円言うたら当たり前ぐらいですけど、ちょっと安いぐらいかもしれないですけど、4、5000円もすんかと思ってね、その時は。で、ちょっともうとどまったんですよ、そこでは。あー、でも4、5000円でね、まあそのニコチン入ってるわけじゃないし、ねえ、どれぐらい吸うか分かんないものに4、5000円買った後からね、なんでこんなん買ったんやろって後悔するの嫌やけん、ちょっとやめとこうと思って、その時はね、ちょっとストップかけて、まあ買わずに帰ったんですよね。まあ余談ですけど、まあそのすすきののお店は、なんていうお店なのかも全く覚えてないですね。どこにあったのかも覚えてないし、お店の名前も全く覚えてないし、だから全く本当にどこのお店なのか分かんないですけど、まあ偶然立ち寄ったお店がそんな感じのお店だったということでね。まあ、ほんでまあ、買わずに帰ったんですけど、そこからもね、ずっと頭の中ではね、電子タバコのイメージがね、残ってたんですよね。どっかでは引っかかってたのよ、あれやっぱり。あ、やっぱ買っとったよかったかなと思ったりとかしながらね。ほんで私髪切りに行きまして、まあ私も人間ですから髪は伸びますからね。で、またこれも余談なんですけど、私ちょっとエッチなんで髪伸びるのが早いんでね、髪ボサボサになっちゃうんですぐに、エッチだからね。ふぅ！で、髪を切りに行った先で、まあその美容師さんと仲良かったんで、その時の。ほんでその人と話をしてたわけですよ、旅行中のね。ほんであそういや電子タバコ専門店ってお店に入って、俺ちょっと電子タバコ吸わせてもらったんですよねって言ってたら、え、どうやった？みたいな。もう予想外に食いつきまして、その人が。どうやったどうやったみたいに言われて。あ、でも結構、煙が出て、あ、すげえって感じでしたよって言ったら、いや、それがさ、俺注文したんよねみたいに言われて。あ、注文買ったんすかみたいな感じでね、その人とその電子タバコの話でちょっと盛り上がりまして。ていうか、その人がいろいろ教えてくれたんですけど、あ、それやったら電子タバコ買ってみようと思って、僕もアマゾンでね、まあ購入したわけですよ。で、初めて買った電子タバコが、まだ持ってるんですけど、これめっちゃ懐かしいと思いますよ。このアスパイアのね、ポケックスをね、初めて買ったんですよね。これが初めてのやつ。で、リキッドは、なんかネットで評判の良かったメガマスカットってやつを入れて吸ったんですけど、これがね、メガマスがね、もうびっくりするぐらい美味しくて、もう興奮気味にね、うまいと思いながらね、そこからちょっとベープにハマり出したんですよね。で、まあ情報収集しようということで、まあ YouTube を、調べると、当時のレビュアーさんがね、結構レビューをバンバン上げてたんで、まあ私それを結構見ましてね、もう今だから名前出してもいいかなと思うんだけど、主に私がその当時見てた人は、まずね、流星さんっていう人と、あと安兄さんと、あとジャパンベイプ TV さんね、もうこの3つはね、かなり見てたんですよね。まあ他の方もちょろちょろは見てましたけど、主にそのお三方のね、YouTube チャンネルを見てましたね。特に、流星さんのチャンネルはすげー見てました、当時。多分全部見たと思います。過去から遡って見ていったんで。で、本当にね、それ見出したら面白くてね、何言ってんのかチンプンカンプンでしたけど、まあ、面白かったんで、暇があったらベープ動画を見て、夜布団に入ったら、今度はベープ関係のブログを読むみたいな感じで、もう本当にベープばっかり調べてた時期があったんですよ。で、その後ね、このオールインワンタイプから次ちょっと本格的なボックスモッド行っちゃおうかなと思って、次に買ったのが、まあ、このアスパイアのね、この NX75。これも懐かしいでしょ？これを買いまして。で、あと次にクリアロも買ったんですよね。その後、このアスパイアのね。まあ、アスパイア当時大好きだったんで、このノーチラス2でね、アトマイザーを、まあ、買いまして、まあ、こんな感じでね、これにつけてこう、使ってたんですよね、当初は。まあ、今考えてもこのアスパイアのさ、このノーチラス2ってすげえ僕の中ではいいアトマイザーだなっていう記憶なんですよね。味もすげえ美味しいし、ドローもね、すごい吸い心地が良くてね、これ未だにね、結構いいアトマイザーだなと思ってるんですけど、これで使ってたわけですよね。で、まあ、あの当時はまだね、ベープ結構人気があった。まあ、あったって言っちゃったらあれだけど、あの当時まだベープがまだこう、流行り出したばっかりぐらいだが、ベープが盛り上がってる時だったんで、私が住んでる香川県にもね、ベープショップってあったんですよね。で、携帯で調べてたら、香川の高松の方にあるって聞いて、よし、早速行ってみようと思って、そこのショップの方に行きまして、まあ、そこで、まあ、まだリキッド買ったりとかね、いろいろちょっと教えてもらったりとかして、あの時は月に1回か2回ぐらいはそこのベープショップ通ってたんじゃないですかね、僕は。で、まあ、そんなこんな行ってる間にちょっと RBA デビューしようかなと思って、初めて買ったのが、このサーペントミニと、メイズ V3 だったんですよね。
この二つだったんですよ。で、RBA するってなったらね、オームメーター買ったりとか、ワイヤー買ったり、コットン買ったりとかして、ほんでまた動画を見て、それを参考にしながらちょっとビルドして、またリキッド入れて吸ってみたいな感じで、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよね、あの時。もう超楽しかったんですよ。もうこんなおもろい世界あるんやと思って。本当に楽しかったですね、あれは。もう本当にベープショップで働きたいとか、ベープショップやりたいなと思うぐらいね、もう常にもう最後までベープとずっと関わって生きていきたいなと思うぐらいベープにドハマりしちゃいまして、その時に。あれは楽しかった。あの時はね、やっぱり YouTube とかもすごかったですよね、あの時は。再生回数とかもその当時に上げてた方々のね、動画の再生回数とかもやっぱすごい、今と比べ物にならないぐらい、視聴者さんついてたし、ね、あの時はメーカーとかもやっぱり、バンバン RBA がね、新作が出るみたいな感じで、商品のあれもすごかったですからね、すげえ盛り上がってたと思うんですけど、で、やっぱり RBA に手出したらさ、まあ、いろんなアトマイザー出てくるじゃないですか、次々と。で、それを見るたびに、もうあれも欲しい、これも欲しいみたいな感じで、もう毎月すげえ買ってたんですよね。うん、本当に奥さんがドン引きするぐらい、ベープにハモっていろいろ、もう毎月何万円もお金使ってね、買い集めてね、やってたんですよね。楽しかったですね。でもやっぱベープの魅力の話になってくると、やっぱりこのコレクション性がまずあるんですよね。種類が多いのと、デザインが結構かっこいいのが多かったりとか、で、アトマイザーと元の組み合わせだったりとか、まあ、やっぱそのコレクション性と、あとやっぱ拡張性っていうのかな。うん、ビルド、RBA に関してはもう本当に無限大にやっぱ、セッティング組めますから、ワイヤーの種類だったりとか、ね、ワイヤーのコイルの作り方だったり、ワイヤーをなんかこうね、パラレルにしてみたりとか、ツイストしたりとか、で、コットの通し方だったり、リキッドの相性だったりとか、もうすげえ無限大にあるんで、そこの拡張性。だからまあ、コレクション性あり、拡張性もあり、そして吸ってもうまい。ね。まあそういうところを考えると、今まで吸ってたアイコスよりもすごい魅力に感じちゃったんですよね、ベイプが。まあだからそこからさらにカスタマイズ沼みたいなのもありましてね。それ例えばこのアトマイザーをこう、磨いてみたり、コンポーンドかけてテカテカにしてみたりとかね。こういう感じで、これ私が塗装したんですけど、こういう感じで塗装して唯一無二のモッドを作ってみたりとかね。これ私色塗ってステッカー貼ったりとか、ハイドロディップしたりとかしてね、もうこういう感じで、もう本当に無限大に楽しみ方があって、もうキリがないというね、やり出したらキリがないという感じの状況だったんですよ。まあ、結果的にですけど、こうやってアトマイザーもすごい種類、買いましたしね、コレクションケース自作してこうやって並べてみたりとか、まあとにかく本当にここ3年4年ぐらいはベープに夢中になってましたね。で、まあ、そんなこんなしてる間にね、私その当時はまだ SNS 一切してなかったんですけど、こう、YouTube しか情報源がなかったんですよ。YouTube とブログしか情報源がなかったんで、まあ、ちょっと情報収集っていうのと、やっぱこう、自分がこうやって買って集めていったら、それをこう共有したい気持ちが出てきちゃったんで、まあ、インスタグラムをまず始めてね、インスタグラムの方にこう、ベープの写真あげたりとか、いろいろしてたんですよ、初めは。ほんで、まあ、インスタグラムとかで、まあ、いろんな人のモッド見たり、アトマイザーを見たりしてたら、また物欲が刺激されて、っていう感じになり、そしてその後、まあ、YouTube に、そこからま、YouTube に行く経緯になってくるんですけど、インスタグラムとかでトリックしてる人がいたんですよね、結構。トリックの動画を上げてるっていうのを、結構目にしてて、で、私もトリックしたいなと思って、ちょっとトリックの動画撮って、インスタとか上げてみようかなと思った時に、まあ、結果的にトリックが全然できなかったっていうのと、あと顔を出したくなかったっていうのがあって、トリックは断念したと。ね。もうトリック動画撮る前から気づいとけ、それぐらいとね。いう話になってくるんですけど。まあ、トリック動画断念したんだけど、まあ、何らかの形でね、ちょっと私もなんか動きたいなと思って、最終的には YouTube に行くことになったという、まあ、経緯があったんですね。あの時ね、ちょうど流星さんとか、ジャパンベープ TV さんとか、まあ、あと、ホリック TV さんとかね、すごいみんな人気があって、すごい盛り上がってたとこだったんですけど、ちょうどあの時にね、ベープバンがあったんですよね。一斉にみんな動画上げなくなった時期があったんですよ。なんか YouTube の規制かなんかがかかって、ベープ関係は広告がつかないとかね、なんかチャンネルのあれが YouTube のあれに違反してるとかで、結構こう、凍結されるとか、結構そういういざこざがあった時期で、流星さんとかね、ヤス兄さんとかあそこら辺の人たちがみんな一斉に動画上げなくなっちゃったんですよね。だから逆に今ここで YouTube 上げたらどうなのかなと思って、有名な人たちが一斉にちょっとみんなチャンネル止まっちゃったんで、今ここでベイプ系の動画を上げ出したら見てくれる人いるんじゃないかなと思って、まあ善は急げということで YouTube をね始めたんですよ、僕は。そこでで、YouTube 始めるってなったら、やっぱこう、ちょっとでもね、動画をこう宣伝したいなと思って、
まあ、インスタグラムは、まあ、私のリアルな知り合いがいっぱいいますんで、インスタグラムであんまり YouTube してるって大々的に言いたくなかったんで、まあ、じゃあ、Twitter も作ろうかなと思って、YouTube と同時期に Twitter も始めて、今に至るという、まあ、ことになるわけですよね。まあ、でも本当に結果的にね、まあ、YouTube を始めることによってですね、まあ、そこで知り合った方もいますし、まあ、そういう出会いだったりとか、まあ、いろんな人とこう交流することができるようになったりとかね、共通の趣味を持った人とこう接触できるようになったっていうところはすごいこう良かったなと思うし、で、何よりね、やっぱり今までそれまではね、もう完全に私視聴者側だったんで、まあ、提供とかああいうの見てると、ああ、提供とかそんなんあるんやすげえなーなんて思ってて見てたんですけど、多分チャンネル登録者数が100人いかないぐらいの時にね、日本のリキッドメーカーさん、まあ、名前出しちゃうけど、ネームレスエレメントさんから、レビューしてみませんかっていう提供の依頼のメールが来まして、あ、こんな弱小なチャンネルにそんなことしてくれるんですか、いいんですかみたいな感じになって初めて提供を受けたんですけど、いやー、その初めて提供を受けた時はね、すげえ嬉しかったですよね。あ、ついに俺にも提供がみたいな感じがありましたしね。うん、まあそういう経緯もあって、まあ YouTube に今度はまあ力を注ぐようになりっていう感じでね。今のね、私はこうやって YouTube で動画上げたりとか Twitter やったりとかね、ベイプのね、メーカーさんとこう連絡取り合って提供いただけて、まあそれでレビュー上げたりとかっていう今の動きは完全にベイプ始めてなかったら全くなかったことですからね。ベイプして上がったら多分インスタグラムもしてないし、 YouTube も Twitter もしてないしっていう感じでね、多分未だに、小説読むかゲームするか、パチンコ行くかみたいなね感じの非生産的な、生活を送ってたんだろうなと思いますけど、まあベイプを始めたことによってね、こうやってね、今があるということで、充実した今があるということでね、まあ、そこは本当にベイプしててよかったなと思いますね、私はね。まあそんな感じで、もうとにかくベイプが大好きで、もうベイプを調べて買い漁っていろいろ試して、で動画上げたりとか SNS に投稿してみたいな感じでしてたんですけど、まあ最近はね、ちょっとこうベイプ飽きてきたとかじゃなくて落ち着いてきたんですよね。ベイプの立ち位置が完全に安定の位置になっちゃったんですよ。興味関心からこうあって当たり前のポジションに来ちゃったんで、なんか今はね、あれが欲しいとか、これが欲しいとか、あれに興味があるとかっていうんじゃなくて、もう純粋に当たり前に持ってるものみたいな感じになっちゃったということで、まあ、完全に定着したっていうかな。紙巻きタバコとかでもそうだと思うんだけど、紙巻きタバコ吸い出した時って、多分いろんな銘柄のタバコが気になるから、多分いろいろ買っていろいろ試してた時期があると思うんですけど、まあ僕もそうなんですけど、で、いろいろ試した結果、私の場合はショートホープに落ち着いて、まあそこからはずっとショートホープばっか吸いましたよね。で、ベイプの場合も一緒だと思うんですよ。ベイプ始めた時にいろいろ興味があるから、RBA 手出してみたり、クリアロいろいろ買ったり、デバイス買ったり、メカチューブ試しに買ってみたりとか、まあそういう感じでね、いろんなもの買っていろいろ試して、いろいろやって、まあさ、今はもうね、アトマイザーある程度何種類かで落ち着いて、もう吸うのが、それを吸うのが当たり前みたいになっちゃってますんで、だからさっきも言ってましたけど、興味関心があってっていうところから、まあ、進歩したっていうのかな？ちょっともう定着するところまで進歩して、今はもうかなり安定してますよということで、まあだからデバイス買ったりとかアトマイザー買ったりする機会も昔と比べたら本当にめっきり減りましたけど、まあでも今でもやっぱりこうベイプをね、趣味嗜好品として、楽しませてもらってますというね状況ですよね、言っちゃったら。で、まあ最近のこうツイッターとかああいうの見てると、まあ、ベイプ業界も最近ちょっと厳しいじゃないですか。やっぱり知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、例えば円安だったりとかしたらね、まあやっぱ外国からその物を引っ張ってきてくるのが大変だと、まあ、ショップさんとかはやっぱ引っ張ってくるの苦しいとか、リキッドとかもやっぱ結構こう厳しくなってきてるとかね、中国とかだったらやっぱり法律が変わってベイプ自体がやっぱ苦しいとか、メーカーさんが商品出しにくいとか ね、リキッドだったら新しいの作りにくいとか、いろいろ問題があって、まあそういうのもあって、まあ結構ベイプもね、私がこう RBA 始めてましたとかね、YouTube バンバン見てたとか、あの当時と比べるとやっぱり今結構大変なのかなとは思うんですよ。実際。ベイプをする人口っていうのも、あの時と比べたらだいぶ減ったんじゃないかなと思うし、販売する側も結構苦しいし、みたいな感じで、で、メーカーも厳しいし、みたいなね、感じで結構今大変なのかなと思うんですけど、でも私はね、まあ、正直まあ YouTube とかね、Twitter とかああいうところで、こうベイプを広めたいとか、ベイプしたことない人に動画とかをこう見てもらって布教したいとかね、ベイプに興味持ってもらいたいとか、ベイプ人口を増やしていきたいとか、それは私の力で増やしていきたいとかね、そういう気持ちはぶっちゃけ言っちゃうと全然ないんですよね。私が拡散して広げたいとかね、インフルエンサーになりたいとか、そういう気持ちはマジでなくて、私が YouTube をしてる理由はね、まあ、純粋に、ベイプが好きだったから、
YouTube を始めて、それが未だに続いてるだけの話なんですよね。まあ、ただ、ベイプは残ってほしいなと思いますね。ベイプはずっと残ってほしいなと。まあ、いろいろ法律が厳しくなってきたりとか、輸入が厳しくなってくるとか、ね、する人が減ってきたとか、お店がもう商売にならないから閉めるとか、まあ、そういう話もあるんですけど、やっぱりベイプをたしなむ一ユーザーとしてね、ベイプ自体は、今後もずっと残っていってほしいなとは思いますね。まあ、正直、ベイプが流行ってほしいなとか、もっとベイプする人増えたらいいなとかね、とは思いますけど、でも私は、ベイプが流行するとかどうとかよりは、今楽しんでる人たちが変わらず楽しめるベイプがずっと残ってくれたらいいなと、今の現状がずっと続いてくれたらいいなみたいなね、感じの方が強いですかね、私はやっぱりね。やっぱりこうメーカーさん、日本のメーカーさんも今頑張ってますから、リキッドメーカーさんとかね、ショップさんがアトマイザー作ったりとかもしてますし、やっぱ外国が厳しくなってきたんだったら、今度は日本で独自の進化を遂げていってくれないかななんてことは私は期待しておりますけどね。で、ね、全然私拡散したいとか、流行らしたいとか、そういう願望はあんまりないって言ってましたけど、まあ、ちょっとでも力になれるならなりたいなと思ってるんですよね、そういう意味で。少しでも応援したいなっていう気持ちは本当にありますんで、だからそういう意味では、私のチャンネルなんかはね、チャンネル登録者数もめちゃくちゃ多いことないし、全然拡散力としてはもうほぼ皆無に近い状態だと思うんですけど、まあ、そんな私でもちょっとでも力になれるんであれば、まあ、力になりたいなとは思ってますね。で、まあ、今回はね、こんな感じで、ベイプを熱く語るということでね、ただたら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 ベイプの話を永遠にしちゃったような気がしますけど、まあ、最近はベイプの動画の更新の頻度っていうのも昔と比べたらちょっと減っちゃいましたけど、まあ、でもこう、ベイプを楽しむ気持ちは変わってないですよというね、まあ、意思表示っていうのかな。まあ、そういうのをお伝えできたらいいかなと思って、今回こういう動画を撮らせていただきました。はい。まあ、ということでね、まあ、また次回からはね、まあ、ちょっとこう、ベイプ関係も変わり種とか、ちょっとネタに走ったとか、ちょっとバラエティ感のある動画をまたこれから撮れていけるかなと思いますんで、また次回からもご期待くださいと、まあ、いうことで、今回はここで終了にしようかなと思います。ということでね、最後まで動画をご視聴いただき皆さんどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようならー。